ガヤガヤです。石巻に来ました。来るお客さんはやっぱり近所の方が多い。地元の方だね。これが懐かしいそうです。ボストンパイとかジャーマンってね、はい、パイ生地でないんです。アップルパイ、アップルパイなのね。あ、これアップルパイなの？うん、どっちもアップルパイなの。そうなんですか。ビスケット生地のアップルパイ、パイ生地でない。へえ。で、昔から石巻の方にはこいつがあって、私が小さい時はこいつがアップルパイだと思ってたんです。ジャーマンパイがバンズジャムなの、うん、で、ボストンパイの方はジャムじゃなくてバタークリーム仕上げのアップルパイで、アップルパイだけどパイ生地じゃない。うん、ビスケット生地。なんでこういう名前って言われてわかんないです。聞いてねえから。何なんですかね。これなんでタヌキなんですか。あ、どうなんでしょうね。でもこれ全国的にいろんなところにあるみたいで。あ、そうなんですか。うん、あ、目がハートになってますね。しっかり可愛いから食べづらいですね。すごい。どう食べるのがいいんですかね。真ん中からグッていくんだけど、こう切るんですよね。そう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 。いやいや、なかなかな勇気いりますけどね。で、背中の方から食べて、うん、あ、このバタークリームが懐かしい甘さですね。あ、わかりますかね。わかります、わかります。やっぱり顔は食べづらいですね。